自動車免許を取りに行った時、免許センターで仲良くなった人から聞いた話。筆記試験が終わって、知り合いも来ていないし、一人でぼーっとしていると、20代後半ぐらいのサラリーマン風の人が話しかけてきた。その人は、とある手違いで免許証を失効してしまったらしく、最初はその経緯なんかを面白おかしく聞いていたのだが、ふと、まあ信じなくてもいいんだけど、と奇妙な話をし始めた。その話というのは、その人 A さんが前に不動産関係の仕事に就いていた時の話だった。A さんがその職場に就職して2年目ぐらいの頃、とある物件を買い取ることになり、その調査に上司の同行としてついていったらしい。その物件というのはどうも競売物件らしく、いろいろと訳ありだったそうだが、その時は A さんは詳しい話は教えてもらえず、本人もそのことを特に気にしてはいなかった。現地に着くと普通の民家で、特に変わったことはなかったらしく、そのまま室内に入って、いろいろと手続きの調査などをすることになった。調査も順調に進んで、さあ次は2階だと話していた頃、不意に2階から、パタ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 、と、子供か少し大きめの犬が走るような音が聞こえてきた。上司と A さんは顔を見合わせしばらく無言だったが、まあ何か風かなんかで揺れたんだろう、とそのまま2階へ上がった。しばらく2階をいろいろ見ていると、今度は2階の奥の方の部屋から、またパタ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 、と走るような音が聞こえてきた。二人ともさすがにおかしいと思って、音のする方へと行ってみた。どうやら音源は一番奥の部屋らしく、そこから走るような音がずっと聞こえてきていた。A さんはさすがに怖くなったそうで、上司に、何なんですか?と聞くと、上司は、ちょっと入ってみる、と言ってドアを開けた。A さんはビビってしまって、部屋の中を見ることもできず、壁際に張り付いていたらしい。ドアを開けた直後、わっ!という上司の声が聞こえてきた。A さんも慌てて部屋を覗いてみて、上司の悲鳴の意味を理解した。その部屋は8畳ぐらいの部屋だったのだが、四方の壁紙がすべてボロボロに剥がれ落ち、そこに無理やりといった感じで何十枚、何百枚というお札が貼られ、さらに、そのお札のほとんどがボロボロになって、剥がれ落ちているというありさま。明らかに、他の部屋とは部屋の損傷具合が違って、異様な空間になっていた。そして、さらに不気味だったのが、明らかに部屋の中は無人なのにもかかわらず、誰かが走り回るような、パタ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 という音が部屋の中心でずっと続いていた。まるで部屋の中で子供がはしゃいでいるかのようだった。A さんはここはただごとではないと思って呆然としている上司を無理やり部屋から引っ張り出し、急いで部屋のドアを閉めると、そのまま
全く動かない上司を引きずって屋外へ飛び出した。外に出てやっと少し落ち着いた A さんは上司に、何なんですかね、あれ、と尋ねたのだが、なんだか上司の様子がおかしい。目の焦点が合ってないというか、上司は呆然としたまま無表情の直立状態で、何度話しかけても反応がない。それでも何度か話しかけていると、ああ、とか、とかの反応は見せ始めたのだが、一切会話にならない状態だった。A さんは何が何だかわからず、頭が混乱していたが、混乱しながらも上司を何とかしなければと、携帯で救急車を呼んでしばらく待っていた。救急車を呼んで2、3分した頃だろうか、突然 A さんは後ろから肩をガッとつかまれた。びっくりして後ろを振り向くと、年齢は80歳ぐらいで、髪の毛はボサボサ、ボロボロの服を着たおばあさんが、ものすごい形相でこちらを睨んでおり、A さんが、何ですか?と聞くと、おばあさんは突然大声で、お前もか、お前もあいつらの仲間か、お前らも呪われてしまえ、と叫び出した。騒ぎを聞きつけて近所の人が出てきたのだが、それでもおばあさんは絶叫をやめなかった。近所の人たちはまるで何かを察したかのように、冷静におばあさんを A さんから引き離して、みんなでおばあさんをなだめ始めた。そして A さんと呆然としている上司を少し離れたところへ連れて行き、おばあさんの身の上などを教えてくれた。おばあさんは若い頃、あの家のあった土地に住んでいたのだが、ある団体に何年も嫌がらせをされて、とうとう耐えきれなくなって、家族で一家心中をしてしまったらしい。しかし、発見が早かったため、おばあさんだけが助かり、おばあさんの夫と一人娘は治療の甲斐なく亡くなってしまった。その事実を知ったおばあさんは、それから数年は落ち込んだりもしたが、近所にアパートを借りて普通に暮らしていたらしい。だが、だんだんとおかしくなっていき、今のようになってしまった。そしてあの土地はそのままその団体に乗っ取られてしまった。近所の人はこうも言っていた。旦那さんと娘さんはよほど悔しかったんだろうね。それ以来あの家ではおかしなことが何十年も続いてね。土地を乗っ取ったその団体も、後になって責任者が発狂して自殺してしまったんだ。あなた方もそうなりたくなかったら、あの土地には関わってはいけない。A さんはその後、今回の件とは別の事情で、その職場を退職した。上司の方は、入院して3日後に意識を取り戻し、その後は特には何もないらしい。上司の話では部屋のドアを開けたところまでは覚えているらしいが、それから意識をちゃんと取り戻すまでの間のことは何も覚えていなかった。ここまで話すと A さんは、世の中には説明のつかないことってあるんだね。人間の恨みというのは恐ろしいよ、
と言っていた。僕はこの話が事実かどうかは確認のしようがないしわからないけど、ただ怖いというよりも悲しい話だと思った。私の母がある会社でパートをしていたとき、そのパート仲間の A さんの家に起きた話です。ある日から A さんのお姑さんの言動が変に他人行儀でお上品なものに変わって、それに加えておもらしをするようになったのだそうです。本人に粗相について言うと、私はそんなことはいたしません、と全く他人事のような返事が返ってくる。温厚で元気で、つい先日も町内の敬老会の旅行に行っていたような人が、かくもボケてしまうのかと、家族一同が暗淡たる気持ちでいた中、A さんは藁にもすがる思いで、近隣では知られた霊能力者の B さんを訪ねました。B さんは A さんの話を聞くと、おかしくなる前後のお姑さんの動向を尋ね、その頃に撮った写真を求められました。ちょうど敬老会の旅行の記念写真があったのでこれを見せると、お姑さんの背後に赤ん坊を抱いた和服姿のご婦人の霊が写っている写真があったそうです。実は、その敬老会の旅行では、広島原爆資料館を訪ねたらしいのですが、その際、お姑さんは犠牲者の方の霊に憐れみをかけすぎたため、くっついてきてしまったらしく、上品な物腰は婦人の、失禁は赤ん坊の霊のせいだったわけです。その後、何をしたのかはわかりませんが、とにかく除霊は成功して、体力の落ちたお姑さんは、中央病院に入院することになりました。ある日 A さんがお姑さんの世話のため病院に行くと、何やら病室が騒がしい。どうしたのかと思えば、騒ぎの元凶はお姑さんで、霊に憑依される以前の状態に戻っていたはずが、急に乱暴な性格になって暴れ出したということでした。A さんは医者と一緒にお姑さんを抑えて、その後の準備のため一旦病室を後にしました。するとお姑さんは、あのガキ、寿司を持ってきたくせに食わせず帰りやがった、と吐き捨てたのだそうです。事実、A さんはお見舞いに、お寿司のパックを持って行ったのですが、場合が場合だったため、出しそびれてしまっていたのです。しかし、一体、言っても見せてもないそのことが、なぜお姑さんに分かったのか。実は、お姑さんが入った病室では、数日前に男性患者が亡くなっており、今度はその方の霊が取り付いていたのです。これも B さんにお願いしてお祓いをしてもらったそうですが、B さんの言葉によると、一度取り付かれると道筋のようなものができて、次々新たに取り付かれやすくなってしまうのだそうです。
この B さんという方は、とある町の神社の方で、勘の虫封じや生命判断といった方面が専門らしく、問題のある者の氏名や生年月日を伝えると、そこからいろいろと相談ごとの答えを導き出してくださるのだそうです。最近知ったことなのですが、私の母が今は亡き私の父の病気を相談すると、血液の巡りに関わる病だと言い当て、漢方の処方箋を書いてくださったとか。確かに父の病気は血液に関わるものでしたが、気丈とは言い難い母に知れると、態度に出て父にバレてしまうとの考えから、当時家族で病気の真相を知る者は私と兄だけでした。その病気は治療の副作用による免疫低下から滅菌室に入院することになるので、勝手に外部処方の薬を与えることはかなわず、母は今もそのことを残念がっています。私は直接 B さんにお会いしたことはないので、半信半疑といったところです。